ハレルヤ、アメン。ハレルヤ、こんばんは。イネさん、こんばんは。ハレルヤ。ハレルヤ。2月9日、火曜日、夜の電動放送です。皆さん、お元気でしょうか。ハレルヤ。今日はですね、4時にですね、早川牧師と、明夫さんと、その対談をしましたね。対談放送をしました、週末の再臨とか景況とかそういう千年王国とかそういう話ができましたね、とてもいい学びができました。皆さんお元気でしょうか。お元気ですか。 村井さんこんばんは。そらさんこんばんは。はい、今日も放送視聴で天国ポイントを貯めてきました。天国に行った方々の証の中にですね、皆さんが天国ポイントを貯めますが、皆さんのその天国ポイントがですね、天国のお金だそうですね。天国の お金があって、何かその皆さんのその、天の宝でですね、天国では買い物するらしいですよ。私は天国にはね、そういうのがないのかなと思ったら、そういう証もあります。はるさんこんばんは。こんばんは。本当のお金は 天の宝。天国の宝が本当の宝。この世のお金はですね、本当の宝ではない。本当のお金ではないと言えるでしょう。私が思ったのはですね、その、神の力、神の力が本当に、そのいろいろな、いろんなことができる力なんです。で、その神の力のですね、なんて言うんでしょうかね、サタンがですね、そのパクったという言葉を使って、あまり牧師が言わない方がいいかもしれませんが、サタンが神の力をパクったのがお金の力ではないかなというふうに考えたことがありますけど、この世のお金はですね、ある意味では神の力のパクリというふうに考えると、そのイエス様がおっしゃいました。天に宝を蓄えないで、ごめんなさい、逆でした。地上に宝を蓄えないで、天に宝を蓄えなさい。地上に宝を蓄えないで、天に宝を蓄えなさい。天に宝を蓄えなさいとイエス様はおっしゃいました。私たちは天の宝をが本当の宝、天の宝が本当の宝ということで、今私たちは日々の生活の中で、日々の生活の中で天に宝を蓄えています。ですから皆さん、多くの人はですね、その価値がないものを求めているというか、価値のないものに縛られているというか、本当に価値があるものを知らないというか、多くの人は虚しいことに、エネルギーを使っている、虚しいものを求めていると言ってもいいでしょう。本当に価値があるものは何なのか、皆さんぜひ、皆さんは学んできていると思います。じゃあ簡単なテストいきましょうね。簡単なテスト、天国大学テスト。はい、本当に価値があるものは何ですか。もうしょっちゅうやってるテストですね、本当に価値があるものは何ですか。はい、皆さん答えてください。本当に価値があるものは何ですか。
永遠の命、神の愛、天国ポイント、本当に価値があるもの、信仰、油注ぎ、信仰、イエス様、リバイバル、神の創造物である私たち、春さん、相手を思いやる気持ち、神の愛ですね。御言葉、愛、希望、節制、親切、信仰、いいですね。はい、ありがとうございました。ね、皆さんはもう本当に天国大学で学んでますから、非常によく分かっていますね。まあ価値観と言いましょうか、プライオリティと言いましょうか、その価値観がとても大事なんですよ、皆さん。本当に価値観、多くの人は間違った価値観ですね、間違った価値観を持っています。ぜひ皆さんは正しい価値観を持ってほしいと思いますね。正しい価値観を持ってほしいと思います。この世は間違った価値観ですね。この世は間違った。Q ちゃんが大事？いや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 。イエス様が大事ですね。イエス様。今日の朝、今日の朝はですね、とても、初めて行った、とてもこう、異次元空間の場所に行ったんですけども、何が一番大事かっていう話ができました。ね、イエス様が一番大事だ。イエス様が一番大事だ、そういうメッセージしましたけど、皆さん本当に大事なこと、本当に大事なことは何なのか、これはとても、ね、必要なことなんです。大事なことなんです。本当に必要なものは何なのか、何が大事なことなのか、一番大事なことは何なのか、一番大事なことは何なのか、ね、私たちはしっかりとその真理を身につける必要があります。私たちは、その一番大事なものを求めるべきです、ね、一番大事なものを求めるべきです。神の愛を感じること、一番大事なもの、キューちゃん牧師に洗礼を受けたいんですが、どうすればいいですか。はい、スカイプの方に問い合わせください。来週の礼拝もですね、お一人の方が洗礼を受ける予定ですね。来週の礼拝、洗礼を受ける方がいます。ぜひ皆さん、もうすでにイエス様を信じている方はですね、ぜひ洗礼を受けてください。ね、洗礼を受けたい方はスカイプの方に問い合わせください。皆さん、どんどん洗礼を受けて、証しをしましょう。なぜイエス・キリストを信じたのか。そしてイエス・キリストを信じたらどうなったのか。どう変わったのか。皆さんが証しするならば、その証しによって、皆が崇められて、イエス様の名前が崇められて、多くの人に祝福する、多くの人を祝福することが、できますね。多くの人を祝福することができます。沖縄に LTL 支部を作りたいんですが、はい、それも問い合わせてくださいね。支部を作りたい方もお問い合わせください。洗礼を受けるには東京に行かなければなりませんか。そうですね、ネット洗礼っていうのもありますが、
ネット宣伝でもできます。はい、北海道支部もいいですね。はい、それでですね、何の話をしたかったのかな。はい、本当に大事なことは何なのか、本当に、大事なことは何なのかということですね。それが大事です。私たちは本当にしっかりと大事なことをこの心に留めて、大事なものを求めて歩むのです。大事なものを求めて歩みます。今朝の配信場所に行きたいです。そうですね、今朝の配信場所、いいとこでしたね、あそこはね。洗礼を受ける前には聖書を読まなきゃ、学ばなければいけませんか。そうですね、あの洗礼を受ける前に一二度学びが必要ですね。学びが必要です。スカイプでも学ぶことができます。スカイプで学んでください。私の完全なる癒し主は主イエス様だ。アメン。今朝の場所はね、あそこは何市になるのかな、ちょっとわからないです。住所はちょっとわかりませんね。住所はわかりません。私は全盲なのですが、聖書を知るには方法ありますか。あの音声の聖書がありますね。音声による聖書ありますよ。はい、それではですね、タイトルいきましょうかね。タイトルいきましょう。今日のタイトルは、お金の汚さで罪がわかる。お金の汚さで罪がわかるということですね。ですね、まずその日本人はですね、意外とですね、こうなんていうかな、例えばあの、タクシーかなんか乗ってね、お金払うときに、あ、お釣りはいいですよとかですね、言うじゃないですかね。まあ、普通のお店ではないかもしれませんが、何か支払いするときに、あ、お釣りはいいですよなんて、そういうことありますよね。それはなんかそのお金に頓着しないというか、気前がいいというか、意外とそういうとこありますよね。友達同士でもですね、何かお金やり取りしたら、あ、お金いらないですよね、いりませんとか言ってですね、小さなお金の場合はもうあまりそのこだわらないというか、そういうことがあります。日本人は意外とそういう、まあ、見栄もあるかもしれませんが、そういうお金に、まあ、こだわらない、執着しないというところを見せるでしょう。上司とか先輩がですね、この部下と一緒に飲み食に行くときに、お金払うとき大体こう上司がお金払ったり、先輩がお金払ったり、何か気前のいいところを見せたりしますよね。まあ、そういうのも結局日本人は意外とそういうこだわりがありますけど、そういうお金に汚くないということを、まあ、見せるというか、ね、そういう、まあ、習慣みたいなのがあるんじゃないでしょうか。それはですね、まあ、ある意味ではですね、いいことだと思うんですね。ある意味ではいいこと。ね、お金であまりこう、細かく、まあ、場合によって、もちろんですね、お金に細かくしちゃいけないっていうことではありません。いろいろね、ちっちゃなお金借りても返した方がいいし、それからね、正確に、
計算しなきゃいけないことももちろんありますから、細かく考えちゃいけないということではありません。正確にやらなきゃいけないこともありますけれども、しかし、私たちは、聖書的に言えば、金銭に無欲という言葉が、ね、金銭に無欲という言葉があるんですが、お金に、ね、執着しない、ね、金銭欲を持たないということは聖書的なんですね。つまり、なんて言ったらいいでしょうかね。まあ、お金よりもっと大事なことがあるよということでしょうか。お金よりももっと大事なことがある。それは、日本人としての一つの、なんて言うでしょうかね。社会的な、なんて言うのかな。良識と言ったらいいかな。社会的な良識の中で、そういう、清さ、まあ、一種の清さがあったんではないかと思うんです。ですから、お金にこだわる、ね、お金にこだわることが汚いという感覚は、昔の日本の良識にはあったと思います。だんだんそういう良識がなくなってきてるかもしれませんね。まあ、そういうわけで、聖書ではですね、意外とお金に関わる、お金によって、お金に関わるような教えが結構あるんですよ。で、私がいつも、言う箇所はここですね。第一テモテ6の、9、10。ここのとこ、私よく読みますので、もう一回読みますね。6から読みましょう。しかし、満ち足れる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人は誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、正した経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、また多くの証人たちの前で立派な告白をしました。金銭を愛することはあらゆる悪の根、お金を愛することがあらゆる悪の動機だということですね。まあ、犯罪なんか、ね、多くの犯罪はお金が原因ですよね。政治家の不正行為、賄賂なんかも全部お金ですね。犯罪とお金と関係がありますね。ですからお金を愛するということは、あらゆる有害な多くの欲に陥る。それはサタンの、まあ、罠と言ったらいいでしょう。お金を愛することはサタンの罠、誘惑。サタンが人間を堕落させるための誘惑。それがお金を愛するということですね。もっと大事なことがある、ね。もっと大事なことがある。何が大事かというと、ここによると、正しさ。経験。信仰、愛、忍耐、柔和。正しさ。皆さん、お金よりも正しさの方が大事だということですね。お金より正しさの方が大事。または、経験。経験っていうのは、まあ、なんて言ったらいいでしょうかね。経験っていうのは何かというと、6節によると、満ち足れる心を伴う経験。
衣食で満足すべき。私たちはこの世にあって永遠の命を獲得するという、永遠の命というのは当然お金では買えません。もう値段がつけられないほど、価値のあるものです。そういう永遠の命という、無限の価値のものを持っているならば、ね、この世の価値は、取るに足りない、この世の価値は取るに足りない。私たちは神を信じる者として、神を信じる者として、ね、神の力とお金の力は比べようがない。神の力とお金とは比べようがない。または神の愛と、お金の力は比べようがない、そういうことの中で私たちは経験を追い求めます。そして、信仰、愛、忍耐、柔和、そのような神様の特質、神様の性質、そういうものを私たちは求めます。お金を愛すると悪魔のような性質になるんですね。お金を愛すると悪魔のような性格になります。しかし、私たちは神の性格を求めますね。神の性格を求めます。神様の人格、神様の清さ、そういうものを求めることがとても大事だということですね。金銭欲に無欲、ね、金銭に無欲、これがとても大事なポイントですね。金銭に無欲、はい。そういうわけで皆さん、私たちは神様の清さ、神様の性質、神様の人格を求めます。ぜひ皆さん、私たちは悪魔の子でした。まあ、悪魔の子というのは悪魔に似てしまうような性質、悪魔のような価値観、悪魔のような価値観を持って生きてきました。それを悔い改めて、私たちはイエス・キリストにあって新しく神の子として生まれ、神の性質を学んでいます。イエス様の教えはまさにそういう訓練ですね。神のご性質を学ぶ訓練、御言葉によって清くされる、清くなる、罪が洗い流されて、欲が洗い流されて、神様の清さに預かるものとして訓練できるのです。皆さん、そういうわけで私たちは、誰でもイエス・キリストにあって神の子になれるのです。イエス・キリストにあってその神のご性質を学ぶことができるんです。皆さん、そこに価値があるんです。そこに価値がある。私たちの霊的な成長、霊的な清さ、そこに価値があると思いませんか？皆さん、そこに価値があると思いませんか？神様が喜ぶもの、神様が喜ぶもの、それを私たちは学んでいるんです。皆さん、人の評価ではなく神様の評価、神様の評価を求めようではないでしょうか。そして私たちが、この与えられる天における報い、天における報いはものすごく大きいと書いてあります。この世の、ね、報いは小さいのです。皆さん、
この世の報いは本物ではありません。偽物なんです。天の報い、天の宝、それが本物なんです。皆さん、偽物で満足してはいけません。偽物で騙されてはいけません。本当の宝、本当に価値があるもの、それは天における価値ですね。それをぜひ皆さん、求めてください。この世のものは廃れます。この世は滅びます。この世のものは無に帰するのです。すべてが、滅ぶのです。この世のものはすべてが滅びます。本当の価値はないのです。本当の価値は、永遠に残るものですね。はい、そういうわけで皆さん価値観を変えましょう。イエス様の愛こそがお金より価値があると分かりました。アメン、アメン。皆さんが本当の価値観を知ってほしい。もうこの世の価値観は大間違い、ね、この世の価値観は大間違いですよ。この世の在り方はみんなそういう間違った価値観で出来上がった世界なんです。皆さん、この世というのはですね、そういう間違った価値観で構築されている世界なんです。ですから皆さん、この世と調子を合わせてはいけません。この世の価値観は大間違い。この世の価値観は大間違いなんですよ。意味のないことでみんな、アクセクしてるんです。価値がないことで悩んでるんですね。価値がないことで悩んでます。ですからまず正しい価値観を持ちましょう。正しい価値観ですね。はい、それではですね、あとは何か言うことはあったでしょうかね。あ、明日ですね、明日の朝はニコ生がメンテナンスのようですね。ですから明日の朝はニコ生はできないんですね。それで、代わりに明日の朝はツイキャスにします。ということは明日明後日両とも朝はツイキャスになります。明日ね、水曜日だけどメンテなんですよね。木曜日ではなくて水曜日にメンテっていうのは珍しいですけど、時々あります。ですから明日の朝はニコ生じゃなくてツイキャスですね。明日明後日がツイキャスになると思います。はい、それではですね、角笛いきましょう。角笛ね、何角笛がいいでしょうかね。お金ではなく神の力、神の愛に本当の価値がある。お金ではなく神の力、神の愛に本当の価値がある角笛。本当の価値、本当の価値が分かった角笛。本当の価値が分かった。本当の価値が分かった。本当の価値が分かった。永遠の価値が分かった。永遠の価値が分かった。本当に価値があるものを求める。本当に価値があるものを求める。私たちは、もう虚しいことに目を留めない。虚しいことに目を留めない。本当に価値があるものを求める。真実を知りました。春さん、
本当に価値があるものを求める。その価値観によって全てが変わります。価値観によって全てが変わります。人生が変わります。生き方が変わります。人格が変わります。価値観によって人間が変わります。価値観によって人間が変わります。動物の価値は何ですか？動物の価値は、食べ物とかですね、性欲とかですね、そういう欲じゃないですか。動物の価値観は欲じゃないですか。人間も動物のような価値観を持ってはいけませんね。動物のような価値観ではなく、もっと素晴らしい価値観を持つべきです。では明かしタイムいきましょう。明かしタイム、イエス様を信じて本当の価値が分かった証し。イエス様を信じて神の愛のものすごい価値が分かった証し。イエス様を信じて永遠の命の価値が分かった証し。イエス様を信じて、神の霊的な祝福に価値があることが分かった証し。スタート、スタート、スタート。イエス様を信じたら人生が180度変わった。この放送こそ顔面日本の最後の砦だと感じた。以前は何か恐れていた。今は信仰で恐れがない。主を第一に思えばこの世の必要なものは全て備えてくれることが分かりました。もう神様を信じれば怖くないと気づいた。イエス様への信仰に毎日燃えています。顔面神経が治った。何か大切なものに気づきました。私は罪の中にいました。この世の価値は幻だと思った。Qさんがテレビに出る夢を見ました。耳が聞こえるようになった。この放送が無料で見れることに驚いた。油注ぎを感じた。毎日幸せさ。十字架を見せてください。お金がとても怖くなった。あ、値にも価値があるんだと思った。以前は落ち込んでいた。今は歌いたい気分だ。早川牧師の祈りで救われた。この放送から多くの真実を学んでいます。この配信を見てからイエス様の愛を感じることができました。お金よりイエス様の愛が大切だと確信しました。イエス様のお守りくださると心から強くなれた。拝金主義をやめようと思った。お金は偶像だと思った。お金は偶像です。お金は偶像です。お金は偶像です。イエス様を信じ価値が理解できて、私たちは勝ち組だ。生きて生きて信仰します。生きて生きて、僕はもう見栄を張らない。アメン。僕はもう見栄を張らない。偶像崇拝をやめた。本当の信仰がしたい。人あってないものですが、神にあってあるものだと分かりました。主の平安がすべての人にありますように。
以前は偶像崇拝をしていた、今はイエス様を信じている。Qちゃんの葬式を配信していいですか。まだまだ行きます。この世のものには価値がないと分かり、重荷がなくなった。明日への希望が持てました。イエス様を信仰して天国に行きたい。イエス様の愛こそ真理、お金は無意味だと気づきました。神様を信じて、まさかこんなに変化があると思う。すごい。この放送をかじりついてみるほどの価値があると思う。毎日積極的になれたのはイエス様のおかげ。イエス様の愛を感じました。聖書を読んだら自由になれた気がした。Qちゃんには長生きしてもらいたいです。部屋がピカピカになりました。マイナス金利よりプラス思考だと思う。祈ってください。もうボロボロです。アメン。イエス様が助けてくれます。偶像崇拝やめたら人生がハレルヤです。ニコ生にもこんないい放送があるんだ、びっくりした。キリスト教に入りたいです。どうすればいいですか。放送の最後にアメンと言ってください。イエス様に許されてお金という苦痛から解放されたいです。日本とイスラエルは兄弟だと思いました。イエス様を信じて何もかもいい方向に向かっている。キリスト教はどうやって入会すればいいんですか。最後に招きをしますので、信じる方はアメンと言ってください。イエス様を信じたらサラ金の催促が来なくなった。アメン。以前は人をいじめていた、今は人を助けている。悔い改めます。以前は暴れん坊だった、今は信仰で落ち着いている。隣の部屋に聞こえるぐらいの音量で見ています。意図でも進行したいと心から思った。この放送を見てから NHK の集金係が来なくなった。イエス様を信じて油をまいたらピカピカになりました。キューちゃんの言ってることは全部本当だったんだ。イエス様を信仰したら親と仲良くできた。信仰で本当に毎日が幸せだ、まさかと思った。イエス様に会いたくなった。その日まで頑張る自分でいたい。お金は自分より人のために使った方が気持ちがいいと思った。涙が溢れてきました。はるさん。親に信仰を反対されていたが認めてくれた。涙が出た。イエス様に愛されたい。 NHK は無料化すべきだと思った。夕方の早川さんと秋夫さんの話に感銘を受けました。お金信仰をやめてイエス様信仰を始めます。ニートでもお金の心配がなくなりました。
信仰12年、私にも油注ぎが起きた。涙が2時間止まらなかった。ハレルヤ、素晴らしい。素晴らしいですね。本当に必要な分は神様が与えてくれると思った。天国大学に行きたい。ここがそうですよ。信仰で身軽にシンプルに生きようと思った。イエス様はどこにいるんですか？信じる人の心の中に来てくれます。イエス様なしの人生は考えられません。カリスマに転向した瞬間、貧乏が苦にならなくなった。信仰で価値観が変わった。すべていい方向へ。信仰パワーがもっともっと高まりました。この放送を聞くたびにうっとりする自分がいる。ニコ生にクリスチャンがいると思うと嬉しい。イエス様がいればお金はいらないんだ。イエス様は十字架に貼り付けになったんですね。なぜですか？皆さんのためです。皆さんのためにイエス様は十字架にかかったんです。シャブ地獄から信仰天国に行きたい。お金で不安が、お金の不安がなくなった。旧牧師のメッセージに涙が止まりません。イエス様最高って言いたい。もう疑わない。神様はいるんだよ。今確信した。アメン。アメン。イエス様、人生逆転ホームラン打ちたいです。人生逆転ホームラン。イエス・キリストを信じれば、人生逆転です。イエス様を信じれば、人生逆転です。心が豊かになった。服の皮、生乾きが治った。信仰で自然の美しさに気づいた。以前は気づかなかった。大事なのはお金じゃなくて変わらないものだと思った。信仰もお金も生かして使うならイエス様がもっと与えてくれると思った。信仰すると本当に表情が柔らかくなります。優しくなります。この音を見ると涙が止まりません。ハレルヤ。信仰にはあらゆることを超える力がある。お金がなくてもイエス様の愛で生きていけます。この音を自然と見るようになって驚いています。自分も信仰的になりたい。なれます。なれます。笑いが止まらない。祈るのをやめない。キリストの花嫁になります。イエス様だけを信じます。私はイエス様を信じたい。今信じたい。今信じましょう。今信じましょう。ニコ生にもクリスチャンがたくさん増えてほしい。愛国心が強くなりました。イエス様によくやったと言われたいです。イエス様によくやった。よくやった。言われたいですね。
この放送を見て自分の存在意義が分かった。本当に自分に必要なのはイエス様がご存知だ。イエス様の喜びが我が人生。イエス様の喜びが我が人生。春さん、もう神様はいると気づいた。神様はいると気づいた。自分のことだけを考えるのをやめた。自分のことだけ考えるのをやめた。人間不信だけどイエス様は信じるよ。人間不信だけどイエス様だけは信じるよ。イエス様、人生逆転したいです。人生逆転したいです。妹がクリスチャンになりました。兄弟で信仰しています。この放送を通じて人生の何たるかが分かった。イエス様が重荷を捨てさせてくださった。この放送で自分の愚かさが分かった。ヨシさんが悪口を言わなくなったのを見てイエス様を信じました。お金だけでは人生逆転できないと思った。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。罪は早めに悔い改めましょう。はい、ありがとうございました。アメン、アメン。お金は怖いと思いました。この放送で奇病が治った。信仰して心が浄化されてます。この放送に出会えてよかった。アメン。アメン。背筋主義はサタンの仕業だと思った。はい、ありがとうございました。神の存在を知った僕は神の子になりたい。イエス様のことが伝わってきて嬉しいです。はい、ありがとうございました。お金を貯めずに天国ポイントを貯めます。ラピスさん、お金を貯めずに天国ポイントを貯めます。アメン。素晴らしいコメントに私は感動しています。素晴らしいコメントに感動しています。一億総クリスチャン社会になってほしい。一億総クリスチャン社会になってほしい。ありがとうございました。ありがとうございました。コメントが来ています。ですね。イエス様、私を祝福してください。イエス様の力を信じる心をください。イエス様、私を苦痛から解放してください。心が軽くなってきました。放送を見るのが日課になりました。信じます。というコメントですね。
い、ありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、ファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージ、はい、皆さん、悪魔はですね、嘘をついてですね、間違った価値観を与えます、ね、間違った価値観。皆さん、例えばですね、イワシの頭に価値があると思ったらね、変でしょう。皆さん、イワシの頭には価値がないですよね。偶像には価値がないんですよ、皆さんね。偶像には価値がない。その、偶像礼拝っていうのは、偶像崇拝とか偶像礼拝っていうのは、価値がないものにあったかも価値があるかのようにサタンに騙される、ね、サタンに騙される。偶像崇拝っていうのはそういうことなんですね。で、本当に価値があるもの、私たちは全知全能の神様、全知全能の神様を信じます。全知全能というのは何でも知っておられて、何でもできる神様、何でもできる神様、全知全能の神様。神様を信じるというのは、全知全能の神様を信じるということです。そしてその私たちの祈りによって神様が何かしてくださる、祝福してくださる、それを信じるわけですね。そして私たちはそれを体験します。神様が祈りを叶えてくださる体験をし、本当に自分が変えられていく自分を体験します。そうすると、ますます信じることができます。神様を信じるということは難しいかもしれませんが、素晴らしいことなんです。神様を信じることは難しいですね。しかしその信じ始めると、信じれば信じるほど素晴らしくなっていくんですね。信じれば信じるほど素晴らしくなります。ですから皆さん、人間は最初は信じれないのは当たり前かもしれません。最初は誰もですね、神を信じにくいと思います。しかし求める人はだん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 分かってきて、だん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 悟ってきて、信じれるようになります。そして信じれば信じるほど信じれます。信じれば信じるほど信じれます。そして、神様を知ること、信じることは本当に素晴らしいことです。神の、恩恵を受けるわけですね。神様の恩恵を受けます。イエス様はおっしゃいました。預言者を信じれば預言者の報いを受ける。神の子を信じれば神の子の報いを受けるんです。イエスキリストは神様の、神の子です。イエスキリストを信じるならば私たちも神の子になるんですね。神の子であるイエス様を信じると私たちも神の子になるんです。皆さん、悪魔の子が神の子になる、悪人が善人になる、すごいと思いませんか。それは十字架のおかげです。十字架のゆえに悪人が善人になります。悪魔の子が神の子になります。それはまさに奇跡です。奇跡です。皆さん、私たちは悪魔の子だったんです。しかし神の子になったんです。本当の、誇り、本当のアイデンティティ、人間として本当に神の子として生きること、神の子として生きること、これが本当の生き方なんです。ノーラさん、奇跡を信じます。素晴らしい。奇跡を信じます。そして、全知全能の神様を信じることは本当に楽しいことです。素晴らしいことです。本当に楽しいことです。
希望で満ち溢れます。永遠の希望です。神の国を受け継ぐ希望です。神の、ね、神の、神の国を受け継ぐんです。素晴らしいですね。その私たちが受ける栄誉に比べたら今の苦しみは、もう本当に取るに足りません。小さなものです。姉さん、私たちには素晴らしい約束があります。素晴らしい約束があります。神の国を受け継ぐのです。最近天国と地獄を学びましたよね。もう本当に地獄はもう全く行きたくない、もう絶対に行きたくないとこですが、私たちは天国に行くのです。そして今私たちは天国に行く準備をしていて、確実に天国に行かなければなりません。皆さん、確実に天国に行きましょう。確実に、間違っても地獄に行ってはいけません。間違っても地獄に行ってはいけません。確実に天国に行きましょう。はい、イエス様を信じて本当の価値観を学びたい、イエス様を信じて救われたい、本当の価値観で生きたいという人、その全知全能の神様によって素晴らしい人生を歩みたい人、天国に行きたい人、アメンと言ってください。アメン。天国に行きたい人、アメン。もう素晴らしい人生を歩みたい。もう悩んだり苦しんだりする人生ではない。もう喜んで生きる人生、希望に満ちて喜んで生きる人生を歩みたい方、アメン。アメン。救われたい方、クリスチャーになりたい方、アメンと言ってください。アメン。イエス・キリストを信じる信仰、アメンと言ってください。アメン。アメン。思い切って信じよう。イエス様を信じよう。もう今までの生き方もう嫌だ、もう正しい生き方をしたい、もう苦しみから解放されたい、もうネガティブに生きたくない、もう本当にポジティブに生きたい、そういう方、アメン。アメン。天の父様、感謝します。以前は間違った価値観、愚かな価値観で生きてました。虚しいこと、愚かなことで自分を満たそうとしていました。一時的な快楽で自分をごまかしていました。全く希望がなく、全く望み、全く、先が見えないような人生でしたけど、今私たちは確実な人生、確かな人生、永遠の希望に至る人生、驚くような将来を保証された人生を与えられました。それはイエス・キリストを信じる信仰によって、イエス・キリストを信じる信仰によって神の子になったからです。今アメンと言った方々が神の子になりますように。神の子として歩み、素晴らしい価値観を学び、素晴らしい人生を歩み、素晴らしい将来を手に入れることができますように、祝福してください。アーメンと言った方々が神の子として生まれ変わりますように。イエス様を信じて奇跡、癒しが起きてきますように。罪が許されて心が癒されますように。心が癒されますように。満たされますように。満たされますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。ありがとうございました。明日の朝はツイキャス。明日の朝はメンテのためにツイキャスですね。明日、明後日ツイキャス。朝がツイキャスです。ありがとうございました。おやすみなさい。シャローン。おやすみなさい。シャローン。ありがとうございました。おやすみなさい。